とつたたない街、卑怯の地と人は言うけれど、どんぐり山と呼ばれた山、今じゃ立派なマンションが建っている。さまざまなドラマを生み出した。長久保公園は狭いけど、血を裂くという名の戦闘は、入れ墨のおっさんがやたら多い。岡村町に帰ります。村村岡村、岡村町に帰ります。岡村村村ブギウギ。ただ一つあるコンビニは五丁目ローソン五郎ソン。バスがやったら走るのは近くに駅がないからさ。小笠原文具店はなぜか文具は奥にしまってあるよ。小林商店すなわちおでん屋は夏はおでんが花火に変わる。岡村町に帰ります。村村岡村、岡村町に帰ります。